浩二富田さん、お誕生日おめでとうございます。はい、ということで本日なんですけども、シュプリーム 2024SS エアマックス DA。 朝なんですいません、はい、まあでも都会なんで。さあやってまいりました、シュプリームとエアマックス DN のコラボモデルの発売日でございます。前回の動画でエアマックス DN のコラボモデルの話についてはですね、詳しくお話をさせていただいたんですけども、そこからまたなんかこういろんな情報が出てきて、なんかね、数がめっちゃ少ないらしいぞ。なんかどうも噂だと4000足っていう話ですね。世界で4000足だぜ、めちゃめちゃ少ないって。だってさ、去年出たラメルジーもさ、まあ、あれもすごい争奪戦でしたけど、あれ各色2万足あったっていう風に言われてるんですよ。もっとあったっていう話もあるんですけど、じゃああれ買えた人どんだけいんのよって話だよね。このさ、4000足っていう情報が並びにこうどう影響するのかっていうところも気になるっすよね。その4000足は少ない、やめとこうってなるのか、4000足めっちゃ希少やん、ちょっと店舗行こうかなってなるのか、うん、その辺がねどう影響してくるんだろうなっていうところも興味あるんだけど、今日はね、なんか一応ウィーク2ではないらしいね。なんか 1.5 っていう位置づけなのかな。だから今日発売されるのはおそらくスニーカーのみで、まああとウィーク1の売れ残りとかそういったものが、まあ、店舗にはあると。まあ難しいとこなんだけど、こういろんな状況を考えた時にどれぐらい並びができるんだろうっていう予想をしていくと、僕はね、まあ1000いって1500だと思う。まあ1000から1500で落ち着いてほしいなって思いますけどね。なんかさ、他のアイテムがさ出るんだったらまた状況は全然変わってくると思うんだけど、そのスニーカーしか出ないっていうのを考えると、うん、本当にこのスニーカーに、まあ、刺さってる人しか来ないんじゃないかなって思うんですよね。で、今6時半過ぎとか6時40分ぐらいかな、なんですけど、ちょっとね、大阪の方の知り合いに聞いたところ、6時過ぎぐらいで100人並んでるって言ってました。で、多分ね、どこもね、状況はそんなには大きくは変わらないと思うんで、多分名古屋もそれぐらいだと思うんですけど、そっからまたまあ30分ぐらい経ってるんで、もうどうだろうな、まあ、200人はいかないとは思うんだけどな、ぐらいいると思います。そう、結構さ、僕その動画の配信者の中では現場に行くの早い方だと思うんですよ。結構まあここはねこだわりで、動画のさ配信者ってこう結構まあ後ろの方に行ってひょこっとこう後ろにつくみたいなイメージが僕はなんとなくあって、別にこれが悪いって言ってるわけじゃなくて、まあ、それとね同じことしてたら生き残れませんので、はい、まあ、僕はですけど、まあ、なるべく早く行ってこう現場の状況を伝えるっていうことをやってます。まあ、最近の傾向だと結構早めに打ち切る可能性もあるんじゃないかなと思って、まあそれもあってね早めに来たんですけど、さあもうだいぶ近づいているんですが、で次の交差点曲がったら多分そこまではもう列できてると思うわ。もうなんかそれっぽい人も結構集まってきてるし、じゃあちょっと左見てみます。せーの、はい、150ぐらいかな、多分ここまでは。多分そうだね、150から200はいかないか、150ぐらいだと思います。じゃあ並んでいこうかね。多分早めに配るんじゃないかなと思いますけどね、ちょっと後ろついていこうと思います。はい、7時動きがありました。セキュリティ登場でございます。今日は結構早いですね。まあよかったよかった、うん、これで大きな混乱にはならなそうですね。今ね列が動き出しているんですが、これはね QR の配布が始まったわけではなく、今列をね整えているような、そんな状況だと思います。1時20分 QR の配布がスタートしたようです。早くないですか。いや、まあ早いのはさ嬉しいけど、裏を返すと相当数少ないっていう予想もできますよね。これだけ早く始めるのはちょっと逆に怖いっすね。さあさあさあ、というわけでございまして、無事 QR ゲットしたんですけど、だいぶ早く始まりましたね。7時20分に QR の配布がスタートいたしました。
600人700人ぐらいしかまだ来てなかったと思います。多分これから来る人もめっちゃいたと思うんだけど、結構ね小走りであの列の後ろについてる人がいたりとか、今ね歩いてたらもう恒例の外国人勢による2周目の集会が始まっておりました。はい、もう伝統芸ですね。もうさ2周目はやめようぜ。そこは厳しくやろうよ。外国人のやつらめっちゃ回ってるよ。それをさ早く並んだ人の特権にしちゃいけないよね。いや今さ列をずっと眺めてたんですけど、もう無限周回が始まってますね。しかもこれさ、まあ、外国人勢って言ったけど、まあ、確かに外国人勢が圧倒的に多いんだけど、多分ね日本人も全然やってるわ、紛れて。なんかさ実際には数百人しかいないと思うんですけど、多分番号は結構いくと思います。これずっと多分これ無限にループされてるね。まあ、とりあえずね早く始まったおかげでめちゃくちゃ時間はあるんで、どっかで時間潰したいと思います。さてさて、店舗抽選の方の結果が出ておりまして、一通り番号もずらっと出し終わった感あるんですけど、え、俺の番号は152番出てないんですけど、ふざけるな。もう俺にはオンラインしかない。行くぞ。さあ11時来るぞ来るぞ。あ、来た。早く、遅っ。これオンライン参加勢で最遅だろこいつ。ロボットじゃない。俺は。よし。来い。クイーン。はい、ということでございました。まあ買えませんでしたね。というかまあそもそももう全然買えるような数ではなかったです。はい、名古屋がねおそらく50足ぐらいの販売だったみたいですね。100ぐらいはねあるかなと思ったんですが、50厳しいね。名古屋はね一応60番台の人に話を聞けたんですけど、まあ買えなかったって言ってたんで、多分50足ぐらいだったと思います。1000人いて50足相当厳しいね。一応ね参考までに、まあ、買えた人の話とか、今ちょっとスニダン寄ってきたんですけど、スニダンの店員さんがもう早速履いてて、まあ、どうやら買えたみたいで、でサイズ感とかね聞いたんですけど、ちょっとでかいかもっていう感じらしいです。まあ毎歳でも大丈夫だけど、ハーフサイズ下げてもいいかもっていうことみたいです。まあね買えなかったから別に文句言うわけじゃないんですけど、やっぱりねもう本当に無法地帯状態になってて、もう無限にあの外国人が周回してるこの状況は良くないね。これはねもっとねみんなで声を上げて、そのシュプリーム側に是正させるべきだと僕は思いますね。なのでこの動画がシュプリーム側に届けば、もしかしたら何か動きがあるかもしれないので、この動画は絶対に拡散した方がいいってこと。まあちょっとね買えませんでしたけども、まあ二次流通でももうすごい価格になってて、7万とかそれぐらいになってて、もっと上がっていくと思うんですけど、ちょっとねまあ手が出ないような値段になっちゃったので、まあかっこよかったです。でも実物見たけど、スニーカーの店員さん入ってて、実物見させてもらったんですけど非常に良かったです。なのでまあその価格でも欲しいっていう人は全然ありなんじゃないかなと思います。はい、今日はまあそんな感じで終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきましてありがとうございます。チャンネル登録もよろしくお願いします。いやー、爆散お願いします。